忘れるな。君のマップとコンパスを使えば行き先がわかる。泉にまだ何か？僕らのヒーロー？また別の村のようね。さらにピグリンも。またか。警告するべき？この事態に心が痛むけれど、私たちのヒーローは切り抜けるはず。攻撃しているピグリンを倒さなければ、これ以上奴らの。ピグリンはいなくなったわ。あなたのおかげよ。村人たちの方こそ君に感謝してるよ。村に行って噴水の下にあるチェストを見てごらん。サプライズが待ってるから。ピグリンが村の外れに集まっている。また攻撃を仕掛けてくるのではないか。今のうちに防御を築いた方がいいだろう。村人たちは平和的だが、できる限り助けになりたいと思っているんだ。君への感謝の印に、彼らは豊富な資源で戦いを支援してくれるだろう。君が世界を救ってる間に、彼らは君のために材料を収集し続けるんだ。矢の塔はこの村を守ってくれるだろう。村の周りに防御を築かなくては。減ってるなら集めてくる時間はまだ少しあるよ。でも急いで。ピグリンが迫ってる。忘れないで。仲間のゴーレムも手伝いたがってるよ。もう来ちゃう。見てられないよ。ピグリンが襲来したわ。ヒーロー、覚悟を決めましょう。ピグリンは四方八方から攻撃してくる。コンパスを見て攻撃が来る方向を確認するんだ。とても順調だ。もう少しで勝てるはずだ。ピグリンがもっと来るぞ。Thank you.
攻撃は終わったけれど、まだピグリンが残っている。よくやった。村は無事だぞ。君ならやってくれると思っていた。村人たちは君が噴水を守ってくれたことを喜んでる。特別な感謝の印におまけの資源をいくつかチェストに入れてるよ。あなたは絶好調だけど、ピグリンはそう簡単には諦めないわよ。今だってまた別の村へ攻撃の準備をしているらしいわ。だが今回はこちらが優位に立っている。村を囲むピグリンの拠点を破壊できれば、この侵攻を食い止められるかもしれない。